と願っています。さらに全仏後には、玉をぶつけたボールガールの肩に優しく手を回しながら、共に笑顔で収まったツーショット写真を自身の SNS にアップ。さりげなく、お詫び、のギフトも送った立ち居振る舞いを、海外メディアや世界中のファンが称賛した。その後もブズコバが母国チェコメディアの取材に応じ、失格騒動の弁明や、 彼女が私たちを悪者にした、などと批判を展開したときも加藤は沈黙を貫いている。記事のタイトルが的外れなのがわかる中で、ソリベストルモの加藤批判はさらに続いた。全仏での出来事に関しては、他の選手たちから、サラ、あの選手、加藤、にこんなことが起きたのは今回が初めてじゃない、と言われたこともありました。彼女がボールを誰かにぶつけたのは確かに初めてだったけど、 こういうことをしようとしたのは初めてじゃない、と。その時の映像もある。文化が違うことは理解しているけれども、彼女はそれを受け入れなければいけない。私としても両手を挙げて、一生を過ごすことはできない。両手を挙げての箇所は、要は加藤の悪癖を黙って見過ごすことはできないという、ソリベストルモが抱く正義感を強調していると見られる。インタビューが行われたのは、アンヘリナ・カリニが 26、ウクライナ、オストレートで下した28日の女子シングルス1回戦の直後だった。全米オープンの大会公式 X、旧ツイッター、は勝利した瞬間におたけびを上げ、何度もガッツポーズを作るソリベストルモの映像を公開。ソリベストルモもそれを自身のインスタグラムで共有した。案の定、3日ぶりの投稿へ数多くの批判コメントが寄せられた。 あなたが嫌われているという現実から目を背けないでください。あなたはテニス界の恥だ。あなたはかわいそうな嘘つき。もうテニスをしないで、さらに、クレーの記事を読んだと思われるファンからは、皮肉を込めたコメントも寄せられている。抗議で対戦相手を失格にする卑劣な過ちを犯した人が、どうして責任を取りたくないのかが理解できない、気持ちを切り替えて試合に挑んでください。 いつまでもネチネチ言っているようでは全世界のテニスファンから嫌われますよ。疑心伝心と言うべきか。親友のブズコバもほぼ同じタイミングで、アメリカのテニス専門サイト、テニスドットコムのインタビュー取材に応じ、自身が SNS を更新するたびに、多くの人々がヘイト、非難を投稿してくると苦悩する胸中を明かしていた。メンタル的に好ましくない日々が今も続いている。 誰もが望む状況ではないし、自分が悪者だと感じる状況に陥った経験がない私にとってかなり辛い。複雑な胸中を言葉に変換していたブズコバとは対照的に、ソリベストルモは感情をオブラートに包まず、真正面からインタビュアーにぶつける。例えば二人で北曽んだ、物議をかした全仏での行為は、失格云々とは全く関係ない、と一周している。私が笑ったのは、 マリエとスペイン語で話しているから。彼女は時々存在しない単語をたくさん言うから面白くてつい笑ってしまう。あの時もそう。つまり彼女たちの失格とも、さらに彼女たちが置かれていた状況とも何の関係もない。だからこそ、私たちをよく知り、毎日のように私たちを見ている人たちは、全く違う意見を持っている。世界へ広く浸透した、悪名。 自分たちの素顔は対局の位置にあるとソリベストルモは訴えた沈黙を保ってきた過程で相当のストレスを溜め込んでいたのか全米オープンの期間中に解放された怒りにも近い感情が加藤との間で新たな因縁を生み出した女子シングルスだけに絞っているブズコバと異なりソリベストルモはアンドレア・ガミス30ベネズエラとのペアで女子ダブルスにもエントリーしている加藤 スーチャディ組とは決勝まで顔を合わせないが、共に勝ち進む旅に注目を集めるかもしれない。